がいかに可愛く映れるか。え、なんか今まで大変だ、はーってますか、大丈夫。やりづらいのよ。どうも、MC を務めさせていただきます、アンデルです。アシスタント MC の綾瀬です。よろしくお願いいたします。お願いします。なんか、テレビで見たらなんか、大体人間は太ってるんじゃなくて、むくみで顔がパンパンらしくて。本当かよ。マジ言ってたの。だからなんかそのテレビでやってた小顔マッサージを最近やってるの。うん、ちょっとなんかこうやってやって、うんうんうん、こう目がんびられて、こうやってくるぐらいやるの。うん、こうやって。でも、うん、メイクさんもね、それやってくれるよね。やってくれるじゃん。でも本当にこれ1日10回ぐらいやるぐらい、あのお風呂上がったとか朝行く前とかやるだけで、うん、マジ全然違うのか。え、でもさ、なんか今日むくんでるくない？やめなさいよ。さっきお菓子食ったから。そうなの。そう、マシュマロ3個だ。え、なんかさっきさ、すごいお菓子の音するなと思ってた。控室でマシュマロのお菓子の音ってどんな音だ。え、でもなんかボリボリもしてた。やめなさい、せんべいも食べて。やっぱそうだよね。うん、ダメだよ、ダメだよ、言っちゃ。今日はマシュマロからでいきます。あ、ポワンポワンポワンプンって、ね、あのゲストの方の印象をお伺いしていいですか。ゲストの方の印象、もう B ですね。ビューティー、ザ・ビューティー。なんかやっぱアジアを代表するビューティーですね。あ、アジアンビューティー。なんかその世界にも絶対に負けない確固たる美を持ってます。絶対にいけます、世界に。では今回のゲストをお呼びいたしましょう。はい、この方です。よしきさいかと申します。お願いします。お願いします。かわいい。ちっちゃい。もう登場した時からずっとニコニコで、ね、うん、ね、もうなんか本当に緊張ほぐしてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。もう、わざわざ、いつも見てます。はい、いつも見てます、ね、いやでもね、さっきね、なんか初めてね、ご挨拶した時ね、どうも、あなたらっしゃいもうなんかもう正座も本当に。本当、すみません。忘れてたのがもう正解。ねえ、やめて。忘れてましたね。はじめましてではないですけど、すごい。はじめましてってすごい来たんで。最低だよ、本当に。うるさいよ、もう。もう今日喋ない方がいいよ。雪見大福。じゃあ、始めていきましょうかね。モデルになったきっかけを教えてください。はい、本当になんか定番って感じなんですけど、あの原宿の竹下通りで、当時20歳だったんですけど、前の事務所のマネージャーさんにスカウトされて始めたっていう感じです、はい、20歳めちゃめちゃギャルだったって話を聞いたんですけどなんかそれはちょっと急にぶっ込むね、はい、前の事務所に所属してた時に、あの S可愛いっていうギャル雑誌が、え、ちょっとわかんない、スカウトわかんない、知ってる知ってる、ちょっとわかんないですよ。わかんない、わかんないですよ。知ってる知ってる。あ、もう女性ですか。ガングロ、いや、私の時はもう白ギャルだったんですけど、はいはい、自分が主役っていうよりかは洋服が主役とかっていうお仕事が多いと思うんですけど、うん、ギャル氏はもう本当に自分がいかに可愛く映れるかとか。じゃあなんかもうメイクとかも髪の毛も結構派手だったりしたんですか、昔。あ、そうですね、金髪っていうか結構ブリーチとかもして、髪も長くて、まつげも上に2枚、下に2枚みたいな、4枚バサーって感じですか。バサーって感じでカラコンもして、ちょっと今からだと想像ができないですね本当に超清掃って感じなんです、ね、いや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 。え、それ何歳までやられてたんですか。それは、26くらいまでかな。お、そうですね。お、ギャル雑誌ずっとレギュラーでって感じじゃん。あ、そうです、22ぐらいから4年間ぐらい、はい、4、5年出てました。お母さんとかの反応どうだったんですか。お母さんは、あ、でもすごいやっぱ喜んでて。あ、もう雑誌に載ることがですか。その私田舎、山梨の出身なんですけど、すごいもうど田舎なんで、周りにそういう仕事をしてる子とかいないんで、もうおばあちゃんももうすごい喜んで、お母さんももう毎月雑誌買って、2冊とか、その見る用と保存用じゃないけど買って、
今でも家にそのもうギャル以外の仕事もしてるのにギャルの当時のなんか写真とか飾ってあってすごい喜んでました。マジですか。今はどんなお仕事が多いですか。今はそうですね、ファッションがでも基本的にメインで多いんですけど、ファッション中心に、まあ、ビューティーのお仕事とかあとは広告のお仕事も幅広く、はい、させていただいてます。やっぱギャル恋しくなる時あるんですか。やっぱりギャル、あ、恋しくなりますね。あ、もうなるんですね。結構ちょっとやっちゃいますよ。そういう、いや、何をやるの。武装してないんで。僕はあの撮影だとして、撮影中だからカメラだとしてなんかポージングとってもらって、すごい罰ゲームみたいな。そう、やっぱギャルをね、思い出してもらおうかなと思って今日は自分も手伝いますよ。あ、ギャル男とかじゃないですか。でもちょっとやっぱ憧れてましたよね。あそこまで行けちゃってるのは。ツーショットで行ってみる。あ、ほんと。あの時のあの時のまんまを。わかりました。自分が思い描くギャルポーズやるんだ。じゃあ5カットくらい行きましょうね。え、5カットも？5カット行きましょう。ちょっと待って考えよう。OK、はい、5カットいける、ギャルね。行きます。写真を撮るよ。カシャ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 、ちょっと待って撮るよ。カシャ罰ゲームじゃん、もうやめろ。すごい罰ゲームですよね、これ。もうなんか多分ギャル多分違うよ。でも最初に今ギャルじゃなかった。うーんとか、うん、うんとか。それ男の人もやるの。てか、うん、これってさ別にギャルじゃなくてもやるんじゃない。わかんないけど。はい、じゃあ次の質問いいですか。おー、やりづらいのよ。じゃあ、 あのお休みの日は何されてますか。まあ私結構アウトドアってよりかはインドア派なんです。お家が大好きなんで、まあお家で過ごすんですけど、あの友達とお菓子作ったりとか、あとキャンドル作ったりとか。キャンドル。あ、キャンドル作ったりします。あれ自分で作れるんですか。あ、作れます、作れます。あ、そうなんですか。溶かして、あの同じ事務所だとあのケルク花ちゃん、仲良しなんですけど、はい、ケルクさんって、はい、花んちでキャンドル作ったり、なんかパイナップルクッキーと か、なんかお料理好きなんですか。あ、料理好きです、好きです、うん。じゃあバレンタインデーとかはあげられたんですか、誰かに。そのお菓子とか。あ、そうですね、バレンタインは、はい、バレンタイン毎年。何あげたんですか。チーズケーキを。チーズケーキ特製の。特製の、はい。でもあのインスタグラム見てても、ね、いつも2人分。あ、そうです、料理を。そうそうです、あの結婚してるので、うん、あの旦那さんの分と自分の分で、うん、あの夜ご飯を。そうですよね、インスタに載せてるんですけど。食生活何か気をつけてますか。食生活は、いやでもそんなに今すごいダイエットしてるとかってわけではないんですけど、食べる時間、次の日とかやっぱお仕事があると、はい、夜遅いと、うん、次の日むくんだりとかするじゃないですか、うん、めちゃめちゃします。なので、うん、早めにそういう時は作って自分だけ食べて、うん、旦那さん後で食べたりとか、うん、で作っておいてはちゃんとやるんですね。あ、そうです、で帰ってきたら温めてあげて、いい奥さん。どんな旦那さんなんですか。優しいですね、すごい。あ、私の何でも見せても受け入れてくれるんじゃないかなっていう感じの。めちゃめちゃいいですね。素敵ですね、はい、自分が興味あっただけじゃん。めっちゃ興味あった。そうだよね。男性像がモテるのかなと思って。やっぱ男性って外見だけじゃないじゃないですか。まあそうですね、確かに確かに。やっぱ中身が一番見ますか、外見より。まあ外見もね、もちろん私外見全然なしですとは言わないですけど、はいはいはい、まあでも清潔感があれば、あ、それ大事ですね。大丈夫じゃないですか。間違いないです。清潔感、ね、清潔感ってどういうとこから出てくるんだろう。どういう、なんか歯とかが抜けたまま抜けたまま。だいぶひどくないですかそれ。え、なんか今まで、ね、歯生えてますか。大丈夫。なんかたまに本当いるんですよ、なんか歯抜けたままスキッパとか。いや、なんかスキッパっていうかもうだから抜けてるから、あ、もう欠けてたりとかして、多分お仕事が忙しくて行けてないのか、なんか面倒くさくて行ってないのか分かんないですけどとか。だいぶレアですよそれ。だいぶレアですよ。清潔感、うん、そうそう。私ちょっと YouTube 拝見したんですけど、ありがとうございます。本当にすっぴんが肌綺麗で、いやいやいや、もう光です。すごいですよね。すごい、すごい、本当に肌綺麗で、
何か、なんかスキンケアとか、なんか気をつけてることとかありますか？スキンケアは乾燥肌なんで、うん、とにかく保湿をしまくってるって感じです。すごい高いのを使ってるとかじゃないんですけど、うんうん、もう気づいたら保湿、気づいたら保湿みたいな。家の中でももう何回も化粧水塗ったりとか。ファッションのこだわりとかってあるんですか？なんか今日もかわいい、めっちゃかわいいじゃないですか。めっちゃかわいいこの服。なんかそれボタン取れたらどうなっちゃうんだろうとかちょっと思っちゃったんですけど。ちょっとうるさいよ、まあ、取れないです。みんな目線よ、多分みんな。あれ取れちゃったらどうなっちゃうんだろうって。大丈夫かな。大丈夫なのよ。大丈夫なのよ、はい、どこのですか？これはメゾンスペシャルって、こう上下、今日最高で可愛いですよね。可愛いですよね。めっちゃ可愛いですね。展示会にあのちょっと前に行ったやつが届いたので、うん、でもちょっとまだこれ1枚だとまだ寒いじゃないですか。そうですね。でも今日撮影があったんで、嬉しい。すごい着たかったんです。めっちゃ嬉しい。みんな嫌ですよこれ。男性目線が分かったかもしれないな。可愛いおろしたての服をデートで初めて着てくれるみたいなのを私は言いたかった。旦那さんに嫉妬されそうだね。本当だ ねそろそろお時間ですけれども、はい、本日どうでしたか？いや、もうめちゃくちゃいつも見てたので、すごいこのアンドリュー君の、はい、この一発ギャグというか、もう申し訳ない、見れて嬉しい。ゾーッゾーッ、やわせたからね、しかもね。最高、はいはい、というわけで本日、あ、はい、かわいい、かわいい、すいません、かわいいやつ、カービィ、あ、カービィカービィ、うるさいのよ、ほんとに。ちょっとカービィあれというわけで、これを待ってた俺は。本日のゲストは吉木彩花さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次回もまたバーク TV でお会いしましょう。さようねー、バイバーイ。高評価とコメントとチャンネル登録もお待ちしております。はい、はい、はい、はい。